アムチャンネルです。この動画では前編後編に分けて SDS についてお話しします。前編では SDS を説明する上で欠かせない GHS とラベルについてお話しします。まずはじめに GHS という言葉についてお話しします。 GHS とは The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals の略語で、化学品の分類および表示に関する世界調和システムと訳されます。長いですね。つまり GHS は国際的に推奨されている化学品の危険有害性の分類・表示方法です。次に GHS が制定された流れを簡単にご説明します。現在世界では多種多様な化学品が使用されており、その中には人や環境に対して危険性・有害性を与えるものが多くあります。その一方で危険有害性の情報を伝達するための法律などは国によって違いがあり、同じ化学品でも異なる情報が表示されたり伝達されることがあります。しかし化学品が世界中に流通している中、国によって表示内容が異なる状況では、化学品の安全な使用、輸送、廃棄に支障をきたします。そこで国際的に推奨された化学品の分類・表示方法の統一化を図るために、2003年に国連で GHS が採択されました。GHS の目的は、化学品を取り扱うすべての人に、その危険有害性に関する情報を正確に伝えることにより、人の安全、健康、および環境の保護を行うことにあります。GHS の内容には、危険有害性を判定するための国際的に調和された分類基準、そして分類基準に従って分類した結果を国際的に調和された方法で情報伝達するための手段、つまりラベルや SDS が含まれています。 GHS では国際的に統一された方法で化学品の危険有害性を分類するとお話ししました。危険有害性には3種類あり、物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性があります。物理化学的危険性には、爆発物、可燃性ガス、エアゾールなどの危険有害性クラスが設定されています。健康に対する有害性には、急性毒性、皮膚腐食性、刺激性など。環境に対する有害性には、水生環境有害性、オゾン層への有害性があり、それぞれに対して危険有害性の有無やその程度を判断するための分類基準が規定されています。 GHS では9種類の絵表示が定められており、分類基準に従って決定する危険有害性の区分によって表示される絵表示が決まります。複数の危険有害性を持つ化学品の場合は、原則として複数の絵表示が表示されることになります。次にラベルについてお話しします。日本では GHS に対応した日本産業規格である JIS にラベルの記載項目について6つの規定があります。1つ目は化学品の名称。この名称は SDS に記載する製品名と一致させることが望ましいとされています。2つ目は注意喚起語。危険有害性の程度を表します。3つ目は絵表示。先ほど紹介した絵表示を分類結果に従って記載します。4つ目は危険有害性情報。危険有害性の性質および
その程度を記載します。5つ目は注意書き。不適切な貯蔵、取り扱いから生じる被害を防止するために取る措置についての記載です。6つ目は供給者を特定する情報。化学品の供給者となる事業者名の情報を記載します。続いて次亜塩素酸ナトリウムのモデルラベルを参考にしながら記載内容を簡単にご説明します。一つ目は化学品の名称。ラベルには次亜塩素酸ナトリウムと記載されています。二つ目は注意喚起語。より重大なものから順に危険、警告、そして注意喚起語なしになりますが、次亜塩素酸ナトリウムでは最も重大である危険の記載があります。3つ目は絵表示。腐食性、簡単腐、環境に対する3つの絵表示があります。4つ目は危険有害性情報。次亜塩素酸ナトリウムは皮膚、目、水生生物に対する危険有害性が大きいことがわかります。5つ目は注意書き。詳しい内容については割愛していますが、安全対策、応急措置、保管、廃棄などの観点から注意事項が記載されます。6つ目は供給者を特定する情報。事業者名の情報が記載されます。ご視聴ありがとうございました。アムチャンネルでは透析医療現場における情報を配信しています。もしこういったテーマを扱ってほしいなどあれば、ぜひコメント欄にお願いします。ありがとうございました。